このたこ焼きが爆発したみたいな絵、何？どうもチャップです。スプラトゥーン3やっていきましょうということで、今回はスペゾン 3.9 ズンダオーバーフローシャーことお風呂を皆さんに見ていただきたいと思います。大雨チャップチャップ警報ですね。こんだけさ、ここのマヒマヒ晴れてるけどね、僕天気悪くしようと思う。天気の子になってやろうぜ。自分にナイスしながらね、頑張っていきましょうか。ただ今ちょっと天気の子ちゃうね。スズメの戸締まりでしょ。ちゃんタタ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 ラちゃんですみたいな。いや、タラちゃん自己紹介してくれやみたいな。タラちゃんの自己紹介やないかみたいなね。まあ、とりあえずまあそんなどうでもいいんけど、タラちゃんの戸締まりをしていきたいんで、いい感じにですせように頑張ってぬりぬりぬりぬして、雨降らしをねいっぱいね敵の人にプレゼントするっていうのが、まあ今回の僕のタラちゃんの戸締まりっていう、まあ、タラちゃん会ですね。ホップスラーがここ結構登ってくるんよ。そこちょっと気をつけて、ここ、この間とかちょっとタラちゃんってできるかもしれんよ。このそことかちょっとタラちゃんってタタ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 ラちゃんですって、あ、これタラちゃんいけんちゃうか、そっから。じゃあボンバやばいな。いや、ちょっと怖いわ。スプリンクラーやっとくわ。でその辺におるからって、これ出てき、あ、これ曲線で倒せんちゃうか、無理か、おいタラちゃんゲットだぜ。まあそんな感じで、ちょっとタラちゃんゲットだぜ言うててね、これも倒せんちゃう、これタラちゃんゲットだぜいや、いい感じですね。このまま頑張ったらいいんじゃん。これ来てるは味方なんで、ちょっとなんとなく、あ、ナイス、ありがとうございます。と今ラクトの人やから、ちょっと適応してやれると思ったら、ちょっとラクト現象入ってないですね。ほんまにラクタイスやからって、こっちのラクタイ、あ、こっから上登れるやん。ほんでこれシューって言ってこっち行って、で僕2発目のタラちゃんアメフラッシュを発動で、タラちゃん警報出てる、タラちゃん警報入ってきた、味方入ってきた、ごめんって、タンタンタンタタ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 タラちゃんです。あ、落ちよ強いじゃん。やられたナイスでございます。ありがとう、教えてくれて。僕はなんとなく粘っとくから任せてください。ドーンタラちゃんすぎて、ちょっとマスオさん出かけたわ。あ、タラちゃんすごいねちょっと待って、気持ち悪いよ大丈夫、なんか強いね。でもね、あ、これしょ、え、強いやんけ、おい、全然強いやんけ。インク管理おじいちゃんになるかと思ったけど、マヒマヒやっぱり、なんかこれ長州力やんか、これ消臭ビーズ、消臭ビーズからの長州力入ってるんで、やっぱ水属性と相性いいんかもしれんな、ステージ的に。そんな感じ、感じもんなんで、この辺こうやってやってたらキル取れるでしょ。そこの段差の上とか、ちょっと届かんかった段差の上届かんかった。いや、でもこれいけると思うね、僕ここ完璧に。ほらほらほら、生きてる、ほらな、いけんねんって、いけますねや、分かってましたんや。トーピードはやめてくれ誰や、あんなところ僕にさ、めちゃくちゃトーピードなでーって、トーピードだよーみたいな、もう中学生やんけ。タラちゃんまだもう中学生ちゃうねん、もう小学生や、小学生って感じ、もう出るけど、ちょ、ナイスやねんけど、なんかめっちゃ強いえ、タラちゃんの戸締まり発動してる、あ、これ来てんな、これ、いや、強いね、ほんまに、タラ、ちょっとほんまに、めっちゃタラちゃん、お、やめてくれ、お、そんな、おい、タラちゃん、ちゃん、イクラちゃんトルネードしてくれやんけ、めちゃくちゃサザエさんやんけ、おい、サザエ、北斎がいるよ、サザエ、ありがとうございますえ、めっちゃ強いやん、え、待って、何これめちゃくちゃ絶好調、やっぱり雨降らしっていいスペシャルやねんて。で、それにね、お風呂という紙吹きが合わさったら、そんなんもうやばいって。豚骨ラーメンに乗ってるさ、メンマとチャーシューと味玉みたい、それぐらい相性いいねんから。え、待って、これ絶対えげつない成績出ましたで。おお、こんな成績もう絶対取られへん。よーし、次ヤガーラで頑張っていきましょうか。なんか今日絶好調やからね、このままなんか、うわ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 みたいな、消臭ビーズやーって、ええー、匂いするな、長州力やーみたいな、雨降らし投げてみな、飛ぶーとか言うてね、そういう感じになるかもしれんから、長州力さんをね、僕の友達にリストに加えたいと思うほんまに吹っ飛ばされんぞチャップということありますけどね。またね、ぬりぬりぬりぬしていきましょうか。俺これ金も銀もあるやんけ。あなたが落としたのは金モデラ、それとも銀モデラ、銅モデラ、まだ出てないわよっていう、ちょ、女神様が言うてるわ。うわ、今やられる思った、危なかったですね。スクイックリンやからちょっと怖いんだよな。ナイス様、オッケー。こっちぬりぬりぬりぬチームやん。これすごいね、パワーを発揮するかもしれん。なんかサメヤンキーの落としたけど、大丈夫かな、味方し、やられてるかな、やられてるやんけ。ちょ、待って、やがら、待って、やられ市場なってんねん、やられ市場、大丈夫かな、こそこ女、ちょっとこれシューって言ってさ、この辺から距離感調節してた、こうやってたら当たるかもしれん。え、当たってない、え、ぜな、あ、絶妙に届いてないんだが微妙に射程届いてない
そんな悲しいことがあっていいんかーいとかでスプリンクル投げておきましょうか。これ敵の人入ってきてんじゃん。あ、おらおらおら、これ余計ってしっかりくて、この終わったところをこう殴っていくよー、ナイス、素晴らしいんで、雨降らしプレゼントして、そこやったら届くぞ、そこやったら消臭ビーズ、ほら、消臭ビーズ届いてるやん、おしおし、届いてたんやなー、届いてたのに、倒せない、言うて、あ、倒せな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 、倒せた、あありがとう、体操、ナイス。こうやってふざけていきましょうか。こんな感じ。お、わい、激アツやん。今、シールドの微妙な隙間、えぐった。あ、これ、マリオステップ自分にナイス避けされるかもしれない。うすっごい雨が、雨じゃないよ。僕の消臭ビーズ、えげつない反射してたで。あ、こっちから来るよ。大丈夫、味方の人。僕、なんとなく援護しとくから、ほらほら。あ、おお、消えた。ナイスです。ありがとうございますと。まあ、デスしたくないんだよな。やっぱ僕、雨降らしのさ、魔術師。雨降らしの魔術師するためにはやっぱり雨降らし投げましょう TV やからさ、僕ほんまに雨降らし TV したいのよ。デスしたらさ、おい、デスしまくりゾンビミイラ TV やんけとかなるでしょ、ほんまに。ほんまそんな包帯でぐるぐる巻きにされたらスプラトゥーン3できへんやんけ。何の話してん、ほんまに。 あれどうせまたマニューステップ自分になんか大殺しみたいなんでしょ。マニューステップ自分に大殺し、あれん時ね、ほんま当たらんのよ。なんなん、マニューステップ自分に大殺しで、これももう終わったんちゃうか、これ僕の立ち回り的な。でも意外と我慢しよう。ああ、ちょっと我慢しすぎたかもしれん。おー生きてるって素晴らしい。生きてるって素晴らしい。これなのよね。A ポジションおるからちょっと怖い。あ、何この絶妙なサメヤンキー。バリ怖いやん。あ、なんかおるよ。ナイス。いいよ。ほんで前出るとこ前出たいね。そんで消臭ビーズのアピールしたいね。あいつ前にも出てくるやんけ、消臭ビーズ。さすが消臭ビーズの申し子やなみたいな感じやりたいね、ほんま。ちょっと A 文字いたかもしれない。いけるこれいけるぞ。あとちょっとやったー。長生きしたのに、長生きして、あとちょっと長生きしたら僕ご長寿なれたのにやられてもうた。これしかも負けそんちゃうん。負けそん、肉そん、クレソンやんけ。なんやこれ。残念ね。またジャップ。でもめっちゃいい勝負しましたね。最後僕あそこでやられへんくて、スクイックリに勝ってたら、スクイックリに勝ってたら、勝ってたんや。成績こんな感じ。よーし、じゃあ最後マヒマヒして終わりにしましょうか。もうこれ買ったら僕がスズメの戸締まりできるってやつでしょ。僕はスズメのなんかテールスープになれるということでしょ。いただきますしながらいきましょう。はい、ごちそうさまって意味わからん、ナイス。何を言うてんのほんまな。ぬりぬりぬりぬ結構してくれてる。じゃあ僕この辺ちょっとぬりぬりぬりで端っこ残しといた方が良さそうですね。さあ行きましょうか。またおるで、リッターとかやばいの、リッターとか弓とかさ、もうすごい、もう目ん玉をさ、えぐり取ってくるような編成やからさ、これほんま、目ん玉何個あっても足りへん編成なってんねん、ほんまに。とりあえず雨降らせだけ置いとくわ。ほんで、やばいね、目ん玉をほら、僕の目ん玉を飛び出すチャップの目ん玉にしようとしてるやん。やばいて、動物が出てくんねん、僕の目から。動物の森になったらやばいでしょ、これ。どうするこれ、なんかカニタンクまで出てきたよ、カニまで。どうしようかな、これ。出られへんな。出たらさ、やられちまうぞ、飛ぶぞってなっちゃうんで、ちょほんまリアル長州力さんになってしまうんでね、それだけちょっと回避したいんで、ちょっとスプリンクラーでちょっとドラえもんの力を借りときましょうか。あ、ドラえもん助けてみたいな、ほら、いいところ、ほら、ドラえもんがすごい助けてくれてるでしょ。で、あのドラえもんに助けてもらって、ほんで、雨降らし投げて、この隙に、ちょっとしれーと知床半島っていうとか言いながら、ちょっとふざけながらこう行きたいねんけど、よっしゃランランルーさん倒したよ。今傘の人に当たると思って振ってさ、確実に狙い通りのキルやってん、狙い通りのキルやったけど、リッターにやられる予定はなかったって、ほんますごい悲しい、ほんまミステリー、オッケー、ミステリー、この世でなんちゃらなんちゃらミステリーサークルやん、やられたん、コナンの歌やん、ラン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 パンダの名前やん言うて、なもうええてなあ、ふざけんでええで、ほんまに。もうほんまに、黒柳徹子さんってね、パンダ好きみたいですよ。まあ皆さん、黒柳徹子でございます。パンダ好きでございますって言ってた、この間、ほんまに。だから、ほんま、どうでもいいね。ちょっとほんま、そんな言うな。まだリッターに抜かれるぞ。リッター、8分ね、ほら。リッターやばいねんから、あれ、ほんま、射程の暴力やから。すっごいんやから。こっちはさ、消臭ビーズと雨降らしの暴力できるけど、あっち射程の暴力やから。もう土俵に立たせてもらわないから。うわ、おっしゃ、完璧。いいね。なんか、オッケー。なんか、消臭ビーズのなんか、使い方というか、なんか、エイムの仕方を、なんか、マスターしつつあると。マスター
対ヨーダーになってきてんな。これスターウォーズやん。これほぼほぼスターウォーズしてる今日僕。フォースの力はちょっとそろそろ取り入れそうやもんね。フォースで、すごいフォースで、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 水バシャーみたいな、それフォースやんみたいな感じやね。ちょっとどうでもええねほんまに。これに隠れながら、こう、消臭ビーズを確実にこう、打っていくと、めちゃくちゃほぼほぼ反射してることは皆さん見なかったことにしていただいて、で、めっちゃ鬼のように攻めてんな。オッケーオッケー。で、僕がここで調子乗っておにぎりやなって言ったら、ラスト20秒で、ワイプアウトとか言って、チャップアウトやんとか言って、逆転負けするから、もう勝ちたいから今日は。もう3試合目は勝つって決めてん、僕。3試合目は勝つってね。3試合目は勝つって決めたよ。ほら、なんか味方、うわ、あと一発や、あと一発。おし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 、いけるいける。ダッダッダーダダ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 タラちゃんでーす。今日の僕ほんまエイムおじいちゃんとは言わせへんで、結構当たってんねん。エイム、まあでもおじいちゃんの時もあったから絶好調な気がいたしましたけど勝てました。え、マヒマヒと消臭ビーズの相性めっちゃいいかもしれんから皆さんやってみて。で、雨降らしをね、使える武器ね、もっと増やしてもらえたらさ、めっちゃ楽しくなると思うからやりましょう。お風呂めっちゃいい武器でした。皆さん買いに行きましょう。ご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。